さあ台湾へ行こう。お疲れ様です。万来館終わり朝市店さんにやってきました。はい、もうねちょっとね中華料理が食べたいなと思ったら本場台湾料理の万来館さんがあるじゃないですかということで出陣です。醤油ラーメンからの油淋鶏、油淋鶏からの杏仁豆腐、油淋鶏、はい漬物、醤油ラーメンということで、これに小籠包がつきます。この全部セットになって900円がおすすめなんですけれども、ちょっと4月からはねお値段がちょっと上がってるそうです。めちゃくちゃねこの甘酢が染み渡り、これが美味しいんです。この油淋鶏が最高でございます。もうこの表情を見てください。もう店内は上品で落ち着いた雰囲気になっています。麺がすごく美味しくて本格的なんですけれども安心した味のお店でした。